やろっか。監獄から脱走した俺たちだが、奈落の追っ手が迫ってきた。このまま進めば援軍との合流場所を悟られる。ここで食い止めねえと。まあ桂と並んで戦うってのは妙な気分だがな。かつての敵と共に戦うのも意外と悪くないものだぞ。そう、あまり仲良くなかった同級生と悶々してたら結構盛り上がった的な。その例えでいいの？なんか違わない？何？貴様、モンハンに何か不満があるとでも言うのか？問題、そこじゃないよね。なんでモンハンにそんなこだわるの？愚問だな。俺は気配りの小太郎と呼ばれるほどの男だぞ。銀玉のゲームなのだから、ゲームの話題を振るのは当然の気配りだろう。ならバンナムのゲームにしてよ。肝心なとこ気配れてないよ。じゃあやろっか。わかった。やったぞ。始めるぞ、泥臭い喧嘩を。戦か。気を引き締めるぞ。まさか上位獅子と一緒に脱獄することになるとはな。まずは港を目指そう。行くぞ。はあ、そこだ。ぶっ飛べ。はっ、とそこだ。はあ、せや。どうだ。はあ、ぶっ飛べ。ぶっ飛べ。ふっ、さすがに空いてないか。ならば仕方ない。戻って鍵を奪うぞ。わかった。おお、敵さんのお出ましか。ドリア
ちまったな。これが鍵か。では再び港を目指そうか。待て、何か騒がしいぞ。どうやら来たようだな、やつら。待たせちまったな。まさか、そいつか。ああ、お前の仲間たちだな。さて、先の道は危険だ。森から向かうとしよう。ハニー大作戦で行こう。カブト狩りじゃ。剣に迷いのあるやつは死ぬ。それ、ぶつかっちまった。なめられたものだな。任せちまったな。上位獅子桂小太郎と新選組局長近藤勲、俺たちに差し向けられた資格がこれだけと。俺たちを潰す系だ。軍隊一つ引き連れてくるか、それとも近藤勲を、桂小太郎を連れてこい。一丁派手に行くか。まことの道を選び突き進め。俺たちは永遠に曲がらねえ。ずっとまっすぐ生きていける。ドゥーリアー！ゾ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 ー！それ、終わったぞ！どっか、どっか行くぞ！一丁派手に行くか！まことの道を選び！突き進め！ドゥーリアー！